皆さんこんにちは。滋賀県の琵琶湖にやってまいりました。早朝散歩をしております。毎年この時期になると琵琶湖にやってくるのですが、来るたびに、琵琶湖を好きになります。こんな大きな湖の周りで育ったらどんなに楽しいことでしょうと思います。このように釣りをしている人や散歩をしている人たちの姿を見るととても羨ましく思います。近くの自動販売機にマザーレイクと書いてありました。地元の人からも母なる湖として愛されているのだと思います。また急がば回れという言葉ですが、その昔、琵琶湖にあった渡し船が事故に遭うことが多かったことから生まれたというふうに聞いております。琵琶湖に対しての思いは尽きないのでラップにしたためてみました。それでは聞いてください。マザーレイク回れ。県の真ん中大きな湖、みんな楽しんでいるよ自由に。マザーレイク回れ。日本一の琵琶湖、散歩道琵琶湖。ブラックバスは外来魚、マグロが釣れたら解体ショー。マザーレイク回れ。琵琶湖に由来、急がば回れ、意外と辛い、嫌なら変われ。マザーレイク回れ。マザーレイク回れ。日本一の琵琶湖、散歩道琵琶湖。いつかはやりたい自転車一周、テントも張りたい、それには移住。マザーレイク回れ。